RVF は、かつてホンダ技研工業が製造したオートバイのシリーズ商標である。排気量 400cc クラスの普通自動二輪車、並びに 750cc クラスの大型自動二輪車で、ホンダレーシングが開発し1985年から投入されたレース専用ワークスマシン。1994年に発売された高動走行可能モデルに使用された商標である。 本校では競技専用モデルと行動走行モデルに分けて解説を行うが、いずれのモデルも以下の共通点がある。RVF400RVK750 の2モデルが製造された。RVF400RVF4001986 年、スポーツランドスゴ優勝者、ホンダコレクションホール所蔵1984年から、 開催された全日本ロードレース選手権 TT 会3クラス用に開発され1985年から投入された。レギュレーションで高動用市販車をベースにすることを規定されたことから NC13 型 VF400 回が元になるがエンジンもシリンダーブロックを除くとほぼ新設計となりカムギアトレーン並びに軽量光合成のピストンバルブコンロットの採用。 キャブハサミ角を72度から52度へと変更し、ストレートインテーク化を実施し、1986年モデルで最高出力 70PS 以上、13,500rpm、最大トルク 3.85kgm、11,000rpm のスペックを発揮。変速機は常時工合式6段、マニュアルトランスミッションを搭載する。 フレームも VF400 回のダブルクレドール型に対してアルミ製ツインチューブダイヤモンド型と全くの別物である。またサスペンションは前輪が成立テレスコピック、後輪がプロリンクで乾燥重量は 128kg である。全日本ロードレース選手権での戦績は1985年から1986年に山本陽一が1987年に 田口チマスミツが年間チャンピオンを獲得している。TT 解散カテゴリー廃止の1991年までレースに投入された。RV 解7501984年から開催された全日本ロードレース選手権 TT 解1クラス、並びにスーパーバイククラス、さらに国際モーターサイクリズム連盟が主催する世界耐久選手権用のモデル。モデルコードは NW1。ベースモデルは RC15 型 VF750 回で1984年に投入された RS750R を経て開発された。改造範囲は RVF400 同様にアルミツインチューブダイヤモンド型フレームやコーリンプロリンクサスペンションの他多機にわたっており、点火順序変更をした他4イントゥ2イントゥ1マフラーを装着し、車重は 約 140kg で最高出力は 130PS 以上とされた。1985年にモデルコード NW1A が投入されて、以降、以下で解説する改良が行われた。以下は、主な獲得タイトルである。400cc、750cc ともに、レーサーレプリカに分類されるモデルであるが、750cc モデルは、 スーパーバイク競技用のホモロゲーションを兼ねて製造販売された。RVFRVF1994 年モデル1993年10月22日から11月5日に幕張メッセで開催された第30回東京モーターショーに参考出品。1994年1月12日に同月20日から発売することが発表された。 排気量 399cc のモデルである、形式名 NC35、NC30 型 VFR400R からのフルモデルチェンジ車で、上述した RV 回750のテストを加味した上で以下の変更を実施した。最高出力は1992年に実施された、自主規制の引き下げより 59PS から 53PS へダウンされた。 販売目標は5000台年消費税抜き希望小売価格は78万円に設定された1996年2月14日発売で価格据え置きのままカラーリング変更を実施し2000年代初頭まで販売された。なお本モデルを最後にホンダ技研工業が製造する排気量 400cc 以下の V 型4気筒エンジンを搭載するオートバイは存在しない。 RV 会、RC45RV 会、RC45 行動走行可能車レース使用者、上述した NC35 型 RVF 同様に、第30回東京モーターショーに参考出品後、1994年1月7日に、同月8日から発売することが発表された、排気量 749cc のモデルである。社名は n c 十五型 RVF 特別するため、 形式名まで含ませた。NC35 型同様に、RV 界750で得た技術のフィードバックがされたとともに、プロダクションレースのベース車両として、ホモロゲーションモデルでもあった、RC30 型 VFR750、R からのモデルチェンジ車という位置づけがされたことから、本モデルもスーパーバイク世界選手権のホモロゲーションに対応して、当初は500台限定。 1994年8月22日には、同日から同年10月15日まで、受注期間限定とした上で、同年12月10日に発売することが発表された。このため、チタン合金、マグネシウム合金、鋳造アルミ合金などの軽量素材を多用するほか、最新技術を惜しみなく投入したことから、消費税抜き希望小売価格は当時としては破格の200万円に、 設定されており、以下の変更を実施した。スペックは、バリキジ主規制により最高出力 77PS、11500rpm、最大トルク 5.7kgm、7000rpm とされたが、HRC から販売されていた。レースオプションキットを使用することにより 150PS を発生させることが可能であり、 鈴鹿8時間耐久ロードレース1997年仕様では最高出力 160PS 以上 14500rpm を発揮する。またワークス社に限っては98年以降の仕様のみ片持ちのプロアームを配して両持ちのスイングアームに変更されている。スーパーバイクカテゴリーのレギュレーションに対する排気量制限と 重量制限の問題より1999年をもってレース活動を終了し後継の VTR1000SPW へ移行した。諸言、ありがとうございます。